縦につけて乾、そしてもう一度縦もらった、中山出した、北爪折り返し、シュートが決めました。北爪が最後は決めました。清水加入初ゴール、ホームアイスタで見事に北爪のフィニッシュ決まりました。1対1、清水が追いついています。本当にいい時間で追いついてましたね、清水は。